あ、皆様こんばんは。ちょっとお客様が全然いらっしゃらなかったので少し、配信の時間遅らせましたが、今週も、配信やっていこうと思います。9時から、毎週のようにやってる四季の細道ですね、富士大会やりたいんですけども、まだ人が少ないのでやれるかはちょっと曖昧なところなので少しお時間いただくかもしれません。今のじあいが発生するんで、そちらの方、様子を放送で流したいと思いますので、ゆっくりしていってください。今週もよろしくお願いします。
Thank you.
それではそろそろ四季の細道始めますので、配信台その試合ラストで、1人目はシャルさんとペコさんですね。シャルさんとペコさんが第一試合なので、シャルさんとペコさんはその試合でラストにしてください。今日ちょっと人数少なめなので割とサクサク出番が回ってくる気がします。シャルさんとペコさんが第一試合ですね。じゃあなんか第34回、この間俺数え直したらなんか今日が30回ぐらいだった気もするんですけど、あ、どうもどうもって、どうもどうもネロと申します。さあシャルさんとマンピー側がシャルさんの DJ、はい、ツーピー側がペコさんのリュウ。あ、もう結構あパチパチしてる、なんかいい組み合わせ。飛びが通って三段ビュール。ビュってしまった。あれ超ビュりますね。DJ これ気持ちよさそうですね。ね。スライディングで溜めながら前に進めて、結構好きに球も打てるし、ジャックナイフもなんか強く三回当たるし、ね、楽しい要素はいっぱいありますね。なんかマシンガンとか。これ、あ、おお。今度は。落ち着いてる耐久で。そうですね、27秒でパーフェクト。タツトシさんですね。あ、タツトシさん最近お忙しいのかな。タツトシさんはおっとめくりに行かせない。そう重ねからやっぱ波動の方が早いんですか。そうですね、打ち合ってればコンピューターの DJ はインチキみたいでね速いエアスラ打ってるけど人間にあれできないので。めっちゃ速い。さあドンピシャ飛んでいる。これは飛びが通って
勝った代々で決めるな、そのままあ、そしたら連戦です。来たロードさんの S 流、ロードさん、そうです、何連勝できるかの、もう今出るかも、そう、はい、今日はちょっとまったりですね。そうですね、まあでもいっぱい対戦できるから、あ、今日は S 剣じゃない、あ、始まりました。さあ、さっきちょっと S 流のアドバイスをロードさんに求められたんですけども、はい、とりあえず飛び蹴りとかが超強い、うん、耐久何がいいですかって言ったら、まあ昇竜拳ですよね。龍はさあ、お釣りが痛い、やーめ、そうですね、コパンの後歩いて投げるかと思わせたらば、ちゃんとソバットカーニバルが仕込んである、今さらですけど、うまいですね、シャルさんのおっと、台、台が痛い、あれが S 流の破壊力ですね、台が2回当たっただけであんな減ってますもん、あ、本当ですね、すごい、さあ、燃えて結構差がこれくらいになっちゃうと、ね、あんまでも、竜巻も引っかかる、竜巻もでかいですからね、さあ、まあ、この距離はめくりにはいけないが、さあ、どうなる、飛び切りが長い、すごいね、今、おさあ、ワンチャンか、竜巻きっちりガードしている、さあ、団子飲まれた、さあ、25秒、頑張れ、登り蹴り、あ、今のあれ、さっき僕が教えたんですよ、おもう生かしてて素晴らしいですね、登り切りが超強いですよ、そして俺教えた、俺直伝、ね、強い、いやでも本当に強い、強いっすね、 DJ のタッチパンで落ちないとかなかなかないです、いやでもうまいっすね、うまい、ロードさん、確かにやっぱ剣手のこともちょっと、あ、さあ、あれ俺が教えたんですよ、タッチパンがすぐ落ちる、あー、じゃあね、いい感じでした ね、 ね、はい、動けたと思いますが、あ、ヒカルさんのバルログです、ね、あ、ヒカルさんよろしくお願いします、ね、よかった、感じで、お、使ってみっかで、あの動きちょっと剣よりも魅力を感じて、さあ、ヒカルさんのバルログ走っている、あの変なショーキックがなんか強いらしいんですよ、超上向いてますから、あ、強い、 DJ 本当面白いですよ ね、 ちょっとあの顔が笑ってるのがムカつくぐらいでいや強いな、さあ、ジャンプショーパン強い、長いですね、長いというか強いというか、あ、3回当たる、これ2回当たるともう精神的な苦痛がちょっと待って、3回切られるのがムカつきますね、そう、あ、お釣り、さあ、あ、ぴょぴょ、今ちゃんと手前とかに、あ、いけるか、さあ、ヒカルさんちゃんと手前とかに落ちてます、ね、おっと、おー、今のかなり過ぎました、そう、皆さん早いですね、成長早いですね、長いですさあ、根元ジャック、ジャックうまい、根元ジャックない、あ、ガード、ちゃんとガード今しっかり、お釣り、お、うまい、あー、どうなる、よく全部食らった、あ、これあるのか、おっと、ちょっと今なんか悪いか、削りきれないが、なんか誰かがこの体力差になるとハイクローを必ずバルログはするって話があって、本当に今落ちましたね、水職人の方とかですよね、いや、なんかよくその話を、あ、惜しかった、お疲れ様でした、今良かったんですね、カワシムですね、カワシムガイルです、ガイルです、ガイルです、
ガイルです。ちょっと勉強させてもらう。私ちょっとバルログいまいち勉強不足。あ、バルログじゃない、 DJ だ、 DJ。 リュウがいいんですか。 DJ ガイル、そのまた当たってさあ、2周目にダイスラー。じゃあ、ちょっとシャルさん、カーソンさん、さあ、ちょっとね、DJ、まだ私も分かるような、分かんないような、トリックとしかやることが私ないんで、なんか一生懸命、多分球を打つといいんですよね。なんかワッピーだと思う。なんか DJ のがいろいろできそうな気もするんですけど、はい、入るのが高いのかな。うーん、でも自分ガイルにキャラ変えるとき DJ と悩ましたね。両方ともなんか手触りが面白かった。手触り、動き触りが。でも DJ の方が若干面白いかなって思いつつも、なんだっけ、マシンガンができなそうだから変えるんです。あの、デキデキデキだあれ、みたいな楽しさ満点、ね、そうなんですよ。それがちょっと自分無理そうだな、ね、いきなり諦めたら。DJ 面白そうです、ね、なんかムーンさんとかマシンガンだけ上手いですよね。ああ、そうなんですよ。だけとか言って失礼だけど、まあどっちも楽しいですね。さあ、大力差あるが時間もまだある。ああ、今何をしようとしたの。もう投げるしかない的な感じです。確か。さあ、シャルさんが4人抜きですね。さあ、次も、はい、ネロさんのガイルですね。ガイル DJ めんどくさい。ハローエブリバディ、カワシムですよ。何見てるか分かりません。ネロさんか。さあ、ガイルね、難しいですね。 DJ の方がね、全然簡単。そうだよね。うん、もうね、ガイルがすっげー頑張ってちょっと有利なんですよ。頑張っても有利なんだ。うん、っていう話ですけどね。立ち回り有利だけど、結局DJ 側がもうかなり一発もでかいし、コンボが強いんで、だいぶワンチャンでこの人にないもんね。そうなんですよね。なかなかあのエアスラーをどっかで呼んで飛びを通すと、もう それしかないですね。さあ、そのね、打ち合いで DJ に球を打たせるように立ち回れば、はいはい、うん、うまく飛べるんですけど、なかなかね、DJ がもう別にソニックガードしていいやって割り切ってると。なかなか打ってくれないですよ。あー、でも今回ちょっといい結果ですね。お、これはいいですね。これでもタイムアップでもいいぐらいの感じでじっくりゲームアップがいってるし。さあ、ただ画面端に追い詰められるとガイル側は、流線以上にきついですね、多分。さあ、ちょっとミスが多いか。なんか間違えたぞ。ネロさん、いけるの、いけるのか。いいよ。さあ、開脚下がってからソニックに。さあ、サバ立ち、はいはい、おー、ソニック早い。早いですね。いいですね。 DJ 側が飛んでこう頑張ってダメージを取ろうとしてるところに、いいダイヤシ、おいしい。これはラッキーだが、今の漏れたところにちょっとサーバーが欲しかったですね。あれね、小足、大足だと多分スライディングを出したところに大足が刺さってるんですけどね。ダメだよ。さあ、ネロさん残念でした。さあ、なんと、ニーヤさん力目、さあ、なんとさあ、黒い、何がいいかな。僕が選んであげたキャラクターです。さあ、きつそう。きついですね、これは。もう DJ がもう体力あんだけリードしたらもうね、マッチモードでいい。さあ、下がったか。ダメージ源が本当に乏しくて、
大キック上たいが、あっと、なんかなんか出たぞすごい距離で、すごい距離で急いでタイガーを撃とうとしたら、ジェノサイド俺もたまにあるんですけどね、あのカクカクしながらファイヤーを頑張って撃とうとすると、ちょっとヨガインフェルノが出る。ライガー2位にマシンガンとか珍しいお釣りです。あー、ひどいひどい、これひどいな。さあ、ワンチャンとかだけど、ラップは特にワンチャンとかないタイプ。減らねえな、おい減らねえよ。ダメだけど殺せるか赤が出たらピオリがあったかもしれない。さあ、最後だけアパカを入れてたらしいが出ておらず、投げられて終了。さあ、シャルさんが5連勝。どうも。1,2,3,4,5,6 連勝か。 S 流にハマってしまった人です。 1,2,3,4,5,6 連勝抜いちゃいそうですね。抜けて、さあ、セロテープさん、あっと、見てる間もなく死んでいる。さあ、色だけは強いがどうすんのさあ、これどうすんだと、どうすんのと。なんか DJ 辛そうだねって言ってます、ネロさんがそう、バラログー、そう、バラログが辛いですね。あー、酔っちゃった。 DJ はバラログ戦はちょっと有利がつくんじゃねえかぐらい結構戦えるキャラです。あるわ爪あった。さあ、弾を取りに、弾はアイテムではありませんよ弾を吸収して死亡。さあ、 DJ キャミ珍しい。さあ、次はさあ、ハクさん、ハクガイルさん、ハックさんのキャミー、キャミー、そう、キャミー、キャミー最近練習してるんですよ。キャミーね、あのお尻がいいですよね。キャミーのお尻大好きです。20年前からですか超いいケツしてますよ、よく見てくださいね勝ったら勝たないと見れないですけど。さあ、この組み合わせも何をしたらいいか、多分キャミがかなり考えないと。さあ、苦し紛れはブレズ。ああ、やっぱりね、たまわりキャラに対してね、キャミは難しいんですよ、たしまりが。フーリガンをドンピシャだ。出したけど、やっと出たフーリガンを切られて、ピオル手前、ピオッチャー、ピオッチャー、ピオッチャー、体力が7割。気合いの飛び込みも通らない。さあ、コンボが優しいが、どうする。あー、見てた。フーリガンは一回も通りませんでした。さあ、シャルさんが、シャルさんが抜けちゃったので 全員殺した。全立て勝ち人抜きですかね。うん、今日はそうですね、人数少ないんで。なんで、ハックン、ハックン、もう一回。あ、じゃあ最初はセロさん、セロさんの、あれ、シャルさんって抜けちゃうんじゃないですか。だって、え、セロさん抜けちゃうの。いや、シャルさん、あ、シャルさん、あ、シャルさん抜けるのか。なんで、あ、じゃあセロテープさんとハクさんか。ハクのガイド。なるほど。あー、なるほど、いいですね。とりあえずとりあえず1周目が終わっちゃったので、2周目リセットしてスタート。さあ、ザンギガイル、ザンギガイル、セロテープザンギとハクさんのガイル。何回目なんですかね、これ。結構やってるはずですね、この2人。本番で、ね、だいぶハクさんのガイルも育ってきてるんで、ザンギはいけるのでは。テープさんといえど、ザンギはザンギだ。あ、飛びが通ってしまう。さあ、なんとしても飛びは通さず、相打ちにしたい。おー、前そばいいっすよ。そばそばそば、体力かなり削られている。あー、知ってるぞと。壊しを
決勝そんなに簡単じゃないぞと、ちゃんと安全加算でしたね最後は。さあダイヤス長い、さあ暴れると台足が刺さる、飛ばれたくない、外部からすると飛ばれたくない。さあ先ほどはあの台足に対して多分中そば連打がペシペシペシと当たったんです。いいですよいいですよ頑張って、いいですよ、落とした、いいよいいよ、あいち飛びは通さず、いい、あーっおーっ、スルーにはいかず、ダイソニックを食らう。緊張してんすかね、アクさんがソニックが出ねえとあー飛び通っちゃう、さあ飛びが通ったが、いいこれは安かった、ラッキー、あー飛んでいくぞ、さあこっから、おーい入る、なんとダブルサマー食らってしまう、相打ちでいい、相打ちでいいですよ、おー死んだか、間に合う、おーおこれは、あー出ない、ラッキーショットラッキーショット、さあ出ない出ないソニックが構想して後から出したソニックをバックジャンプで踏んでしまう、どっちにしても当たってたっていう、ね、前ジャンプだったら死んでましたけど、さあペコさん、さあ僕と違って本物のエスケンですよペコさんのエスケン、さあガイル戦は数え切れないほどやっている、さあハックンも僕のエスケンと死ぬほどやってますけど中身が違うのでここは通らない、差し合いがねもう半端なく強いですから飛び込むけど、さああの飛びはおそらく勝利を出していれば死んでました、ね、エスケンの特性上前半頑張れると勝率が上がるんですが、前半押されると厳しい、いいですよ、ダウンさせて通って、お、で投げて、バンスかし投げ、いいですね、ちょっと人と違うところを、遠い昇竜食らうおっと投げにはいかない、ちゃんと締め、あーまずい、あーちょっと歩いてちょっと待って昇竜中身が違いますからさあハクさん残念でした、さあハクバルログ、ハクバルログじゃないわごめん、ヒカルバルログ、ヒカルさん、ヒカルさんのバルログです、さあもっと色合わせていく、バルログ、エスケン、僕はいつも垂直大ジャンプを、あーじゃあ垂直ジャンプ大足で対応しますが、やはり昇竜メインですね、もう今日は通らないですね多分、一回も通りません、どう打開する、お、通った、一回通った、いいよ、しかしその後が何もない、してく出ない昇竜、いつの間にこんな上手くなったんですね、ああ減る、あめくり竜巻だやし、竜巻だやし、あれ繋がってるやつですね、確かに繋がってますね今、爪があるうちに何とかしたい、おーうまい、鳥かごを離してめくっていく、相打ち、いい、悪くない、いいっすよさあ今日出しまっているが一回落とされると、お、いいですね、表さあ、C が見える、この置き攻めを耐える、さあどう打開する、さあペカさん距離を取る、あーフェイント、中昇竜、大昇竜、入ったー、ならず、いいっすね、こんなに上手くなってると、あっと大昇竜レイズ、今の裏でしたね、さあ昇竜拳表に出しさあ大昇竜で安全策、空中竜巻を持って、で逃げてさあ無難に波動拳、波動うまいっすね、おー逆に出てしまった、
いいっすよ、読みは合ってますよ。波動拳いいっすね。裏昇竜出るぜ。おお、表昇竜出ない。裏あるのか。あるある。うわー惜しい惜しい。さあ最後3回昇竜が出る。すごいね。死ぬ間際まで追い込まれましたが、さあなんとかペコ S 剣2勝目。さあこれシャルさん、バイソン、バイソン、さあ空中竜巻で裏を取っていくというのが多分無難な形ですが、怪しい怪しいすごい。あ、惜しいな。惜しいです。投げて通していく。今の裏に見せかけた表でしたね。さあやはり普通の龍拳戦とは違う立ち回りをしないときついのか。あー寄ってしまう。さあ最後はなんとかごまかした。うまいな、あの大パン。さあ、勝利打ち合う。おお、弱勝利入れ込む。座って勝利投げる。鳥かごの形となったが、輪は通らず。おお、決勝。うまい。おお、ドラゴンナースだけど、ラッシュ、そしてスパコン溜まってる。木の波動拳どうする。踏んでしまうが、おー逆勝利通す。さあどうなる。あー飛び降りてしまった。妹だ僕ですね。いやー読み勝ちですね今ね。最後歩きダイヤシーかなんかやりに行ったんですかね、ペコさんが。最後すごい難しかったですね。S 剣2号機レンチャンか。ロードさん、さあネットで割る一大剣に。さあいいよ。ああ裏にやるなあ。いいことが。まずは冷静に。つかんで。痛い。よく見て。よく見てますね。クレイジー。つらないですね。最後は今村できるパンチ。できるパンチが最後でしたね。さあ師匠の肩際打てず。中身が違う。ダルシムのダルシムですね。中身が違うエスケンでした。はい、1号機2号機でしたが、ダメでしたね。やばいですね今日ね。なんかどんどん僕 S 流になっちゃいますね。さあダルシムダイソン掴んで、ヘッドが当たって厳しい時間が始まった。取り返したいが下を挟まって。これ見てると分かんないんですけど何択かけられてるんですか。本当にやっぱ生きた心地はしないですね。凄まじい。さあ飛び道具が通る前テレポートして投げて、ここでなんとかした。通る。ここまで持っていかないとちょっと厳しそうですね。そうですね。先にゲージ貯められちゃったりするともうダルシム側もかなりやることが制限されるので、前半頑張るしか。向こうは気持ちよく貯める前にダメージを取らなきゃいけないんですけど、この状況、この状況は厳しい。掴んで、なんとか打開したい。おー、ぴょった。
渋いすごい、この良いか。そうですね。さあ今日絶好調のシャルさんを初めて止めた男、川島必死結構さあネロさんがいるです。結構追い詰められましたね。これかなりダルシム側も今ので消耗してるんで、ガイルにもワンチャンあるような気がしないでもない。川島今ので全力を使い果たしてしまった、ね、もう何も残ってないよ、ね、何も残ってない、はい、スタミナがもうなんか来た、なんか来たので、3頭と戦って勝っちゃった後の勝負みたいな感じで無難に投げる、ね、心なしか焦っているように見えなくないないような気が、さあ、まはい、まず逃げスナイパー、ガイルはもう死ぬほど知ってるぞと、こんな感じのダルシムですね、これも弱点は知り尽くしてるぞと。大会でチーム組んでダルシムがいたとして、ガイル倒してくれなかったら多分こいつはチーム組まないぐらいの、そこだけは頑張ってくれよっていう。さあ投げた、うわーテレポート、あー、いない、削れてしまった。ニアさんの本田ですね。ニアさん、ニアさん本田ですよ。ニアさんの本田ですよ。さあ2周目と打って変わって2周目は結構バラバラ、マックス2連勝で今のところ結構みんなに、もう終わっちゃった僕ら別としてみんなにチャンスがあるような、まあ、カシムさんここで勝てば別ですが、どうなんでしょう、そうね、まだスタミナ的な話は、そうですねいやー今のもかなり消耗してると思うんで、まあもうこの式では結構名物となってるような戦いですね。お楽しみのカードって感じですね。今日の優勝商品はクリームブランです。貴重な食料をかけての戦いですよ。毎度川島さんありがとうございます。あ、なんかこれもう川島さん、ホンダ対策っていうよりニアさん対策ですよね。あ安いが十分、うわーもう敵だぞ、読みがあー相打ち OK ですね。じゃあ行ってきます。はい、3周目、あーなるほど、はい、なんか僕一人で喋るんですか。はい、さあそしたら今週からちょっと1周目は1周目、2周目は2周目っていうやり方でやっていこうと思うので、別に分けてやってるので、今セロテープさんが川島さんとやってます。であとちなみに連勝制限も一応外すことにしました。あんまりまあちょっと連勝制限なくても、まあみんななんとなくキャラを変えてくれてるので、いやー移動投げも通らない。完全にセロテープさんの動きを分かられてしまってる。あ、うん、あ、飛びが通った。あ、こっからどうなる。うわー、でも辛い。カナさん、残機もやってるから。もう謝っても遅いと。いやー、でもすごいよく謝っても遅いと。はい、そしたらハクさん。ハクン。すごいハクさん。ハクン。すごいダルシム。3周目っていうか、2周目のループ。え、ダルシムだよ。神でいく。神ダルシム。
キャミードルシム、はい、キャミードルシム、さあキャミーなんだ、頑張って飛びっか、フーリガンを通したいけど相打ち、フーリガン、あ、これ2周目キャラ変えてもいいんですね、あれキャミーだよ、あ、まあ、あ、まあ、じゃあ今回は今回はしょうがないんで、まあもう本当はガエルだって、まああんまり変わんないかもしれないまあでも確かにガエルとキャミーだったけど、もうこれは経験だと思って、まあ、ハクさんスパイラルアローの距離とかすごいあんまり食い込まない感じ、ハーシムさんより弱いダルシムの方が少ないわけですからもうこれは経験で、あ、そうですね、え、カワシムさんより弱いダルシムの方が多いかもうわけわかんなくなった、あ、まあまあ言いたいことはよくわかりますあのちゃんと意味はわかりました、はい、頑張りました、精一杯頑張りました、ペコさん、ペコさん、ペコさん、キャラ指定でスケンです、はい、まだつけてない、あと3人か、さあペコさんが止めるのか、そうですね、行ってしまうのか、うぅ、勝利を通す、めくりは通らず足払い、うわぁ、あー、暗い投げ、あ、そう、投げ切れがないから辛いですね、いや、これエスケンにとってはめくりが通らないっていうのはだいぶ厳しいですね、あ、めくり通らないんですか、めくり通ってないです、さっきから、もうカーシムさん、分かりすぎですよねもう、知ってるとしか言いようがない、そう、確かにこの間大会大変そうだった、いや、大パンも通らない、壁際、飛ぶけど、めくらせない、いや、壁を追い込んで大昇龍大足、さあここで昇龍を通したい、通った、安全大昇龍、中昇龍か、ちょっとこれは展開次第で、はい、おー、この勝利を通す、さあ鳥籠、飛んだけど対空なんてハイレベル、あ、大足めくりに行ったけど通らない、いやさあ波動を引っ掛けたいところ、わー、テレポート、そしたらこれで終了、いいということになって、シャルさんが 1P か 2P か選べるってことですね、選べるんです、あの3先で最後、いや、練習数が多いので、そう、3先で、あのカワシムさんとやるんですけど、カワシムさんのダルシムと、あの一応勝ち数が多いから 1P、2P ジャッキンじゃなくて選べるんですよ、3先の、いや、あの練習数が多いので、そういうことです、はい、そういうことです、はい、じゃあ川島さん 2P で、3先です、3先です、お金がない、これずっと僕が喋ってますけどいいんですか、大丈夫ですうるさいですよ僕、さあ連勝数は全員倒したシャルさんが1位なんですが、まあ、いざだったらいざ知らず DJ でダルシムに3先で勝つのは結構大変、ありがとうございます、
タイミングではないんですけど、まあダルシム有利っちゃ有利、いやかなりですよね。結構研究されてきて DJ がやることはあるんですけど、結構針を通すみたいですね。ただうまいぞ立ち回りが、引っかからない、通す、削れて投げた、知ってると言わんばかりの相手がダメキャラなんで、レンガの状況を作るとどっかでタメが解除されてしまうので、飛びが通ってペヨった、うーん、ここはダルシムの弱点が出てしまった、ね、もうピヨル、さあ投げて、投げて、おっと、から入っていったのか、いいですね、あの中盤強いですね、 DJ 技の判定めちゃめちゃ強いですね。さあ鳥かご、さあ鳥かご、さあ1本目を取ったのは川島、これ分からないですね、やっぱりピヨリ具合で、ね、だいぶ変わってきちゃいますね。ああやはりピヨル多分最大、よくわかんないですけどダルシム投げが最大がいまいち、あーっと暗い投げなんですが、いやいやこれ結構マニアックですよ対戦が、多分死んでるんですけどね飛んでもダメと、垂直も一応駆け引きがあるんですが、タワシムが正解引いてますね。この状況になるともうダルシムが猛威を振るってきます。これどうするのといった感じの表情これ多分長年研究されてきてこうなっちゃうんでしょうね。さあリーチです、ね、メインで使ってる人でも頑張ればワンチャンあるぐらいの感じなんで、しっかり対空でスライディング、殴って上から通すが、さあ忘れた頃にはや、さあ DJ 側スパコン溜まってますが、あっとうまい、うまい、目の前着地でちょっと置いてあったファイヤー、かなり遠くの距離から入るんですね、ダルシムは。ワンチャンあるか、対空合わせはしない投げ返し剣、足伸ばして、さあ我慢の時間、おっと足が先に入る、うまい、いいですよ、負けてはない、投げる、思い切った行動、こうなると厳しい、今度は打たなかった、壁際追い込まれる前にダルシムをピヨらせる、ね、これが最も簡単、めくれる距離で転ばせるか、スパコンで通すか、さあいいですね、あー通らない、ただ画面を真ん中に戻ってきた、今のはもう削りでも OK ぐらい、あーテレポート入ってしまう、優勝は川島ですね、川島さんでした。じゃあ川島さんにはこの優勝商品のねクリーム玄米プランを川島さんが持ってきたものですが、おめでとうございますお渡ししてあげて、じゃあはい、川島さんどうぞ一言いただき、お疲れ様です、川島です。自分の DJ 戦はかなりぬるい方なんですが、そのぬるいダルシムにも勝てないシャル君の DJ はもっとぬるいのかな
すいません、ぬるい戦いを見せて申し訳ありませんでした。もうちょっと頑張ります。なんか結構楽しんだ顔をしてますけど。あー、そうですね。面白かったです。面白かった。あー、ペコさんのね、スケに負けたのがね、ちょっとあっちの方がきつかったです。かなり立ち回りが上手いっすね。もうどっちもやりすぎて分かっちゃってますよね、もう動きが。あー、もうなんか読み合いだけでは済まない。読み合いの裏の裏は表になって一周しちゃってじゃあどうしようかっていう話ですね。いや、自分も S 剣使ってるんで分かりますけど、あのめくりを通さないってすごいですよね。あー、S 剣でね、投げに来るのがね、本当なんか強いですね、格がね。まさか剣でね投げに来たって体力ねちょびっとしか減らない。投げをね、結構ご利用されると結構辛いですね。まあ他の道具とちょっと違いますからね。いつかどっかで勝利食らっちゃうんですよ。あとは球の打ち方ですね、ペコさん。うまいですよ。まあ、じゃああとはノジアして。さあ、今誰しもを動かしてるのはセロテープさん。ちょっとやってみましょうかね。じゃあちょっと殺してきてください。ロードさんが S 流でセロテープさんのガルシムに入ります。さあ、ファイヤーファイヤー。何気に今の空中立ち負けはガードできなかった。ダーフだったの。謎のブラスト。しゃがんで待ってるあの姿勢はもうスライディングを狙ってるとしか見えないですね。どうした、あーっと竜巻。おー、ヨガ。いやー、減らない。イニシエのダルシムですよ。タチチューキック、タチチューキック。どうでいる適当ドリル。かっけえな。お、ちょっと遅らせてインフェルノ。セロさんが空中浮遊をしている。ロードさん2クレ目は S 剣ブラスト。これをやりたかったんですね、さっきからね。さあ、先制杯。丸見えの頭のドリル。さあ、スライディング。あー、昇竜減るな。おっと、石棺かな、石棺。これね、スライディング重ね自体に昇竜食らいますからね。勝利を食らいます、ね、おー、うまい。今のは投げ返すのがかなり難しいタイミング。さあ、画面端、波動波動。勝利、勝利。うぅ、ちょっと起き上がり投げ。またしても原骨で殴られてしまう。さあ、悔しそうなロードさん。いや、全然安定行動ではありませんよ。さあ、ロードさん温まってまいりました。
さあ、S 剣で連呼。あっと、波動でしまっ波動打とうとしたら前ジャンプになってる。さあ、ふんわりジャンプしまくってます。なんかやってるぞ。最後はヨガスルー。おお、勝利当たらない。おさあ、古澤さん、古澤コンビが顔出してさあ、ちょっと近い気がしたが、これは多分大昇竜で消えます。おお、立ち壊し、おしゃれ。さあ、またしても空中浮遊。ヨガの究極奥義思い知れと。おっと、ロードさんが怒りプンプンで、ダルシム。さあ、どっちのダルシムが強いのか。さあ、石棺、石棺。お、テレポ。さあ、意味のないテレポを。多分あれね、後ろに入れてますね、テレポね。前に入れてれば裏いける。おっと、あははは、消えまくって、かっけえな。今のドリル投げは多分投げ返しが早すぎて投げれなくて、ガードしたら投げられてしまう。なんだろうな、バイソンの超高手からの捕まれみたいなやつと似てますね。さあ、石棺はめ。さあ、スライディング。掴み返して、ダイドリー。ぐらいしてるのかな。さあ、 S 竜おー、ピヨッタン、ラッキー。今ピヨッてなかったら昇竜か竜巻か食らってました。痛い2段練りちゃぎ。大パン。ぴょんぴょん飛んでます。ふんわりしたところに竜巻。おお、先生、はい。あの立ち台キックがね、強いんですよ、あれが。ちょっとドリル早かったか。さあ、ここまでか。世の中には俺より強いやつもいる。さあ、セロテープさんがもう一回入りました。ロードさんの S とセロテープさんのフォーク。お、できているのか。ちょっと歩いた気がするぞ。さあ、しかしボタン押してますね、あれ。おお、危ない。あの間合いでもなりそうになる。最後はセーフ。あんとび失敗。おー、昇竜拳か。昇竜拳。
大勝利読みで置いといたが当たらず降りてきたところに大出しという。さあ勝利出してしまう。さあ立ち合いキックに勝利が当たって回せず、これはあ5番最後は飛びを読まれていて空中竜巻でフィニッシュ。さあ次はアセロテプさん何を出すのかな。お色が変わったぞ。これはもしかして S ホークか。つなげないな。おっとできる。ああこれは暴発したが、今の着地を投げるのはすごいです。さすが残機使いですね。弾よけはうまいです。おしゃがみコパン一発から回しに行きましたね。まあ本当はヒット確認できてればね、あれは昇竜拳なんでしょうけど。さあ S 拳、さあ S 竜とはちょっと話が違ってきましたからね。さあ、ハメが成立しないはずなんですが、おお今の台風はうまい。出ました剣の垂直大キック。おっと死んだか。では昇竜仕込みですね。あれ昇竜負けちゃうんですよね。大昇竜だとでもどうなんだろう。大昇竜でも勝てないのかな。もっと安い。おお歩いて回した。しかしおそらくボタンを押しているはずなんで、昇竜拳を出せば食らうはずです。昇竜連発しているが、波動が早い。お前はやばいですね。大昇竜、おお減りましたね体力ね。おっとごまかしてるうまくごまかしてるぞ。ユータツで落とす。あっとそれはダメだ。さあ諦めないで、諦めないで、あそこは昇竜を入れておきましょう。
やはり S だとかなり性能が上がっているので、長いですね。長い、長くないのかな、そういう感じが強いのか、先のもう打ってきたのか。さあじゃあ自分はの試合をやりに行くんで、では以上川島でした。 See you again。
Tiger uppercut! Tiger!
Thank you.
ましたら、23時に近くなってまいりましたので、じゃあこの試合終わり次第配信の方は終了したいと思います。皆様お疲れ様でした。また来週も配信しますので、その時よろしくお願いします。